さあ皆さんこんにちは、プロレスラーそしてモータージャーナリストの丸山博史です。今日は筑波サーキットに来てですね、ウィズミーの壮行会、やっているんですが、今午前中に、4輪の方の壮行会がですね片付いて、今この後スタート練習をするところなんですよね。私がですねウィズミーの壮行会で、どんな役で来てるかというとですね、今日はこちらのシビック、タイプは EK、なんですが、エンジンはですね、軽量化を図っている、ものとなっておりますが、こちらお客さんからのですね買取要請がありまして、今回ですねレーサーのシビックということで、街中走れないんでね、今回はウィズミーの壮行会でこの買取希望のシビック、EK をですねテストすることになりました。ウィズミーではですねこういった、レーサーをですね、まあ、2輪も4輪もなんですが、やっぱりレーサーの売買っていうのがあって、よくやるんですが、最後はやっぱり乗ってみないと判断しきれないんですね。今回の車両はですねやっぱり装備はかなりいいんですよね。中も見ていただくとですね、確かに古くはあるんですが、スタックのメーターもついてますしね、そして N1 レギュレーションではないと思うので、後ろにですね電磁ポンプもですねちゃんとベッド装備されていますよね。まあ、そんな車両をですねちょっと見て、走ってですね、車両の価値を判断していくっていう形になるんですよね。これがですねなかなか難しい。私としては最終的には、まあ、乗った時のタイムとかを見ていくんですが、まあ、今回乗ってみてですね、まあ、エンジンは結構速いなと、ただちょっと8800回転まで回るっていう設定になってるのがレッドゾーンがですね、まあ、ちょっとシビックの EK のエンジンにしてはですねちょっと回りすぎるなと。これカムシャフト入ってるかどうかっていうのは、カムシャフト入ってないっていう風に聞いてるんですが、一応ちょっと本人に確認して、本当にどういったエンジンの仕様になってるのか、もう一度ですねチェックはしていきたいなと思っています。さあということで、私がですねこの車両を、まあ、いくらの価値観として判断するのか、基本的にはですね、ついてるパスペック足回りの装備からするとですね、多分、まあ、100万ぐらいの価値は十分にあるんじゃないかなと思うんですが、ただ、オーバーホール周期を、まあ、考えなければいけないですし、現時点乗った時点での、まあ、足回りとブレーキバランスはやっぱりですねもう少しセットアップし直さなければ走れないと思うんですよね。そんなところをその100万からやっぱり工賃として抜いて、きちっとした状態でいくと多分タイム的には5秒とか、筑波サーキット2000は5秒とか、まあどんどんもうちょっとお金をかけていくと4秒とか出る車両になっていくんじゃないかなと思うんですよね。そんな形で、乗ってみてですね実際に価値観を判断して、直すところは直す、チューニングするとかする、セッティング取り直すとか取り直すで、完全なですね一番良い状態の状態に持っていって車両の価値観値付けをしますので、もしね買い取りする場合もそこの部分加味してですね買い取り販売をさせていただきますからね、ぜひ2輪4輪ともにですね、レース車両の中古車鑑定団というんですか、ウィズミーモーターステーションでは一般の販売車両もですね中古車鑑定団やっておりますが、レーサーの4輪とそして2輪もですね、私が乗ってですね中古車鑑定団やらせていただいておりますので、ぜひ皆さんですねもし2輪4輪のレーサーがですね欲しい人、そして販売してしまいたい人はですねぜひウィズミーにお問い合わせいただいて言っていただければ、私の方で乗ってチェックしてその価値観をですね出してみたいと思います。ということでぜひ利用してみてください。